はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんが既に知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよという話をお送りしております。はい、私ただいまね、去年から引き続き白内障でございますのでね、お目目の病気の白内障でございますのでね、字幕スーパーはやめます。字幕スーパーの編集をしているとですね、目が痛くなって、目が疲れて、目が見えなくなってしまうんですよ。でそうなるとね、本当にね、その白内障の症状っていうのがですね、白さ加減っていうのがね、めっちゃ濃くなってしまうんですよね。白内障ってね、結構視界がね、ふわーっと真っ白になるね、目の障害なんです。なのでね、そのね、字幕スーパーの編集をしているとですね、目が見えなくなるとですよ、それの白さ加減もぐわっとこう濃くなってしまってね、本当に何も見えなくなってしまうんです。でそうなるとね、その後の生活ができなくなってしまいますのでね、もう字幕スーパーの編集はやめることにしました。はい、でね、その代わりなんですけどもね、文字起こしというのをですね、コメント欄の一番上にピン固定で記載しますのでね、ぜひそちらも一緒にご覧ください。はい、ね、年が明けまして2022年1月1日でございます。改めて皆さん、今年もよろしくお願いいたします。いやーね、しかしめちゃくちゃ寒いですね。さっきちょっと震えたんですけどね、毎年お正月ってほんま寒いですよね。手毎年ね言ってますけどね、今年はなんかこの足のつま先がね、もうちぎれそうなぐらいね寒いんですよね。1年前の正月っていうのはね、今だ紅茶とごぼう茶と緑茶と豆乳をね混ぜたね、特製のソイティーを作って飲んでましたと言っておりました。はい、ね、夏はねこれをねアイスで飲むことができたできててっていうので、日それをね2リットル水代わりに飲んでましたっていうのも言ってましたしね。でもね、飲みすぎだと言われそうですけどもね、その2リットルに各ティーパックをね1個ずつ入れてね煮出して、そこに豆乳をね1割入れて作るのでね、普通の人からしたらね、薄すぎてねよう飲みませんよっていうお話とかね、でもそれでもね、味覚障害とね粘膜障害の僕からしたらね、もう粘膜も痛くないしね、味もちょうどいいんですけどもね、しかしね、そんな特製ソイティーもね、今はね僕はね、お水に変わりました。はい、ね、さらさらと話しましたけどもね、1年前に飲んでたね特製ソイティーは飲まずに、今は水を飲んでるんですというお話をしたんですよ。まあ、別にね、その特製ソイティーを続けてもよかったんですけどもね、そもそもその、紅茶のね、脂肪分解作用とかっていうのとね、ごぼう茶の水溶性食物繊維とですね、あと緑茶のね抗酸化作用とかね、あと豆乳のね植物性タンパク質ってあるじゃないですか、あれをね一度に一気に摂取できるからね、すごく良かったんですけどもね。でもね、別にね、もう普段はね、ほんまに今水飲んでてですね、栄養補給はちゃんと食事からね、これは取った方がもちろんいいよね、となったんですよ。ね、それにね、水を飲むようになってですね、何かしらのこの体の調子が良くなってきたなという感じがしてるんです。まあね、お目目は相変わらず乾燥してますけどもね、お肌の乾燥はね少なくなった感じがするんですよ。本当にねすごくね、いいですよ。でも冬やのにねすごいですね。でもね、あと何よりですね、こう痩せやすくなったのかなって思いますと言いますかですね、太りにくい体になったという感じがします。というかですね、何回というかって言うねんって感じなんですけどもね、ほんまにというかですね、太りにくい体にしようという気持ちがね、水飲み始めてからね強くなったんですよ。2021年のね、去年の
のね年がすごく調子が良かったからなんでしょうね。と言うてもまあその白内障がありましたけどもね、まあ、白血病細胞がね発生しなかったし、それに伴う症状っていうのもね、あの GVHE っていうのもね少なかったしね、まあ、強いて言うなら足のつりも少なかったですかね。まあだから少なかったのでね、足のつりが少なかったのでね、たまに足がつるとですね、その激しさをね感じてしまったわけでございますよ。10月にね、子供の運動会をねちょろっと見て帰ってきてね、ちょっとその日ね外出て冷えてね足がつったってこともありましたからね。まあでもすごくねそれがほんまにね数回しかなかったわけですしね、まあでもねだからといってね、その調子が良かったからといってですね、筋トレとかねウォーキングっていうのをねできるようになってたわけでもありませんし、まあ2020年よりも2011年というのは安静していたことからですね、2021年っていうのはやっぱりね、ちゃんとねこうやり過ごせてたんだと思っております。なのでね2022年もねこの調子のねすごくね気分のいいままですね、こう突っ走っていてですね、虫歯も全部きれいにしてね、白内障の手術もねできるならやっていってね、すっきりする年にねしたいと思っております。はい、ちょっとね駆け足で喋ってしまいましたけどもね、そんな感じで今年もよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。